親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。叩き出せ。叩き出せ。会場本日こちら。名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとう。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。風間組。風間組？俺も風間組なんだが、お前の顔は知らねえな。お前、怪しいぞ。おい！こちらにお名前を。名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔道島組にいた。そうなんですか。道島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。間もなく告別式が始まるので、会場内でお待ちください。
あれがな、確か。それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。しかしマネージャー、紋章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの紋章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！あ、さっき紋章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は紋章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった紋章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ、私はこれで帰ります。葬儀か。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合正面から堂々とはの道島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。
なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合の奴にだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい、とにかく風間の親さんのところへ。おやさんは、兄貴、ついてきてください。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東城会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで、妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には、清々した顔の奴もいますよ。兄貴、到着しました。お？この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやさんを呼んできます。カズマ、おやさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやさん、何があったんすか？東城会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、ユミは…おやす！風間のおじき！
てめえ、お前桐生、なんやお前、道島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。島の、おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ、カズマ逃げろ、カズマ弓を100億を頼む、行け。
覚悟しろ。おいこら、覚悟しろや。搭載編で。ここがお前の墓場や。
松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな、俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。